間にこれをお水飲み機というタレントを殺してくれという依頼をしたという殺人依頼をしたというです、これはまあ許されるべき、ことではないだろうと。だからそういう接待で、全部テレビ局の役員をディレクターを独断上で全部握り、自分とこの所属タレントも愛人に囲い、そして逃げられれば殺す殺すという、このよプロダクションになぜテレビ局が全部ペコ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 として、その相応の言う通りになるのかと。これは肉弾接待、現金接待、毒まんじゅう接待を受けてるからでしょ。裏切ったら殺されるか、ヤクザが飛んでくるかという、完全なるヤクザプロダクションなんですよ。完全なるヤクザプロダクションになって世間がペコペコするのか、なぜ政治家もそこへペコペコするのか、天下のテレビ局がなぜペコペコするのか、ここにテレビのシエダも MX テレビの後藤も何でもらう毒マンを食らってんだお前たちは。それからペコペコするわけだろうが、それってのテレビ局 NHK の理事、100台を含めて NHK、 どれだけの毒まんじゅうを食って、どれだけの肉弾接待を受けたかと。箱根の別荘で、箱根のワーニングの別荘で、いわゆる拉致期接待を婚約の中でどれだけ受けてるかと、テレビ局の人間が。だから箱根行ったテレビ局の役員、ディレクター、全部そこでたっぷりその婚約に使ってきたことし、だから弱みを握られてるんだろう。写真でもみんな撮られてるんだろう。だからヤクザに脅かされるんだろう。だから何でもかんでもがハイハイになっちゃう。この慣れ合いの腐れ縁を一体いつになったら消えるかと。それを切らない限りは日本のテレビ番組は世界最低のものになるというか、世界の史上最低のテレビ番組になっている。このテレビを腐敗が悪くしている原因が、毒まんじゅう接待、肉弾接待、婚約接待、そして脅しと、これによって日本のテレビはガタガタになったということですよ。このからくりや、なぜ誰どのマスコミの世を戦うのかと。マスコミも毒まんじゅうもらってるから、ね、マスコミ各社も肉弾接待を受けてるから、ね、マジや大会人で堂々と俺はコカイン中毒だと言って大きな立場でやるのが待ってる人もおるわね。楽天の三木谷、スパソラの南部は覚醒剤、楽天の三木谷はコカイン、エーベックスの松浦は覚醒剤と両方、もうみんなこれ購入されてみんなが知ってるわけ。しかし逮捕されないのはなぜなのかと、どのように話がついていた警察当局。